連日猛暑日が続く東海地方。桑名市にある長島スパーランドでは土曜日から待望のジャンボ海水プールがオープンしました。今年は長島リゾートの開業60周年を記念し、およそ18億円をかけて作られた新スライダーが話題になっています。見えてきました。こちらラッパのような形をしているのがウォータースライダーなんです。とても迫力があります。その名もメガアビス、巨大な奈落の底を意味します。この日は朝から長い列が、およそ2時間並んだというお客さんも。世界最大級、高さ30メートルの巨大なラッパ型のスライダーからはお客さんの絶叫が絶えません。およそ140メートルのコースを6人乗りのゴムボートで滑ります。番組スタッフが許可を得て内部を撮影させてもらいました。いってらっしゃい。いってらっしゃい。徐々にスピードを上げて一気に滑り出します。ボートは巨大なラッパの中を勢いよく登ったり下ったり、そして最後はアビスに吸い込まれていきます。すごくジグザグ行く感じで、なんか体が落ちそうなぐらい迫力がありました。楽しかったね。楽しかったです。楽しかったです。後ろからずっと滑ってたから、なんか見えない中のなんか怖い感じが、スリルが楽しかったです。爽快感で暑さを吹き飛ばせそうです。乗られましたか？乗りました。どうでしたか？もうすごかったですね。やはり急降下からのスイングの連続、もう絶叫が止まらないですね。興奮します。エキサイティングなスライダーです。ジャンボ海水プールの入場料は大人4500円、小学生3000円で9月30日までの営業です。